英語の先生が来るんですよ。本当の外人の先生が来て教えてもらってる。そうなんだ。で、この間1分間一緒に話したんですよ。その英語の英語しか話せない先生英会話みたいな感じ。そうなんですよ。何話していいか分かんなくて、何の食べ物が好きなのはフィッシュとか言って英語を話していたんです。そうなんだ。じゃあね、これでね、まあ選べるからね、一番使えそうな英語。はい、どれでもいいんですか。今忙しいってなんて言うの。 Are you busy right now? Are you busy? Busy right now? Right now? Right now ね。 Right now? うん。 Are you busy right now? うん。 Busy right now? Busy? Busy right now? そうそうそう。 Are you busy right now? うんうん。 Busy ね。 Busy? Busy? うん。じゃあ今度これ言ってみますよ。 おー。いいね。わかるかな? 相手。あ、相手わかんない。そうだよね。じゃあその英語の先生に言ってみますよ。ああ、Are you busy right now? そしたら Let's speak English together とか言って言ったら、もう前向きな生徒に見えるよ。おー、いいですね。じゃあ行きますね。やる気あるなって。あ、いいですね。じゃあ一人でも言ってみますよ。うん。うん。